ご視聴ありがとうございます。静かなる防衛です。今日は今さら聞けない F-35 のタイプ別性能仕様などを紹介していきます。タイプは3種類A、B、C、3つのタイプがあります。A と B はほぼ同じ大きさで、長さが 15.7 メートル、幅が 10.7 メートル。A は空軍仕様、B は海兵隊仕様。C は空母、原子力空母仕様になっています。B は特殊な機能がついています。後ほど紹介します。F-35C については長さは一緒です。15.7 メートル。幅が 13.1 メートルと3メートル弱長くなります。折りたたみ式なのでちょっと広めに作ってある構造です。で、今現在採用しているのが F-35A でいけばアメリカ、イタリア、オーストラリア、日本、イギリス、オランダ、カナダ、ノルウェー、デンマーク、トルコ、イスラエル、韓国となっています。韓国については一番機が米軍基地についている状態でまだ引き渡しはされていません。ちょっと心配ですが、F-35A については空軍仕様で、どの国でも使用可能です。日本で起きた墜落事故の原因究明が急がれますが、世界各国では今も訓練や任務についています。F-35B ですが、これは短距離離陸、垂直着陸機能がついているので原子力空母でなくてワプス旧強襲揚陸艦などに用いられています。ワプスの甲板は260メートル強、F-35B の最短離陸距離が168メートル、必要で、ワプス級には採用されています。今、佐世保基地などで、ライトニング部隊として活
活躍しています。最大関西数は14機ほど乗せれますが、甲板関西はしないので常時6機ほど関西していると思われます。タイプ C は原子力空母仕様です。は大まかに書きましたが、 C は海兵隊で空母仕様なので、航続距離も違っています。一番短いのが B ですね、タイプ B。 A と C が確か一緒で1600キロだったと思います。 C は1200、いや B が1200です。すいません。で C は今後原子力空母に艦載されていきます。 C が必要採用されるのはアメリカだけでしょう。で日本も F35B を42機購入予定で、完済するのが出雲護衛艦。完済今南シナ海で合同訓練を行っていますが、訓練後来年改修に入ります。 F35B 艦載可能にするためです。改修は甲板とあとは弾薬庫でしょう。内容はまだ明らかにはされていません。F35を取り巻く環境はより一層難しくなってくるでしょう。世界情勢を見てもステルス戦闘機が次々出てくるのは当然のことです。ロシアにしろ中国にしてもステルス機は必要になってきます。そこで優れた性能の F35
を西側が展開していくことによりより安定的な防衛が日本も発揮できるでしょう。日本の太平洋側は最も広く、やはり出雲のような緊急空母が必要になってくると思います。防衛の面では周辺国の抑止力につながると考えます。加賀も改修が決まっており、出雲、加賀両方太平洋側を防衛するのに役立つでしょう。日本は島国ですので広い海を持っています。防衛ラインも北側から南側へと移っています。今後の F-35 の任務は重要となってくるでしょう。私が考えるのは F-3 戦闘機でも2タイプほど作って運用するという考えもありではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。